はい、コンピューターの不具合というか、もうこれは完全に故障だと思うようになってきました。昨日からいろんなことをしていますが、今回やったのは、ネーミングは忘れたんですけど、オプションコマンド R というのをやると、最初に真ん中に地球儀が出てきて、そこが何かをするみたいな感じのとこで、この白い状態ですね。白い画面になった状態。これはね、多分何かをしようとしてループしているんではないかと思うんですが、この状態から、昨日までは1時間ぐらいこれが続いたらもう切っちゃってたんですが、今日は、朝一番でやったので、3時間、今約3時間このまま放置してみました。もうこれは諦めるしかないですかね。再起動時にシフトを押すだけ。これは確か、安全、なんだったっけね。セーフティーモードってやつですか。で、立ち上げようとしたら、立ち上がろうと、リンゴマークが出てね、真ん中にね。それが、どのぐらい進行してますよっていうのが、3分の2ぐらいまで来たところでシャットダウンします。そして眠っちゃいます。そしてコマンド R っていうのが、これは何だったっけね ちょっと、何のためなのかわかりませんが、そのコマンド R っていうのも同じ現象になりました。そして、オプションコマンド PR、 これが PRAM クリアというやつですね。 PRAM クリアっていうのは、何回か再起動をこう3回って言われてるので、3回再起動を繰り返しました。で、立ち上がろうとしたら、やっぱり3分の1のとこでシャットダウンしたと。ということで、いよいよ、実を言うとですね、昨日の段階では、ハードウェアのチェックっていうのもたまたまやってみたらできたんですが、その時に、エラーが出ました。ハードウェアに異常があるということはもう、わかりました。そしてそこに出ていたものはメモってあります。さあ、これからもう一回全部をやってみて、ハードウェアがっていうことであれば、これもうどうやっても直らないので、修理に出すしかないと。ということまで来ました。最後の本当に、奇跡的な望みとしてですね、これが起動ディスクを選ぶというやつですね。再起動をしながらオプションというのを、押しておくと、再起動するときに、どれで、どの、OS でっていうふうになるんですが、この黄色いやつね、これが、外付けハードディスクです。そこから立ち上げて、もう今や無理かなとも思っているんですけれども、そうですね、ファースト A とか、ハードディスク内を、検査して修復するっていうやつがあるんですが、それができるかどうかだけやってみます。もうハードウェアの問題だっていうふうに思っているのに、これをやるのは、そうね 諦めが悪い、ということですね。これを終えて、いよいよダメだなとなったら、ちょっと、詳しい人に一回相談をしたり、さらには、サポートセンターに電話をすると5000円かかるんですけど、するべきかどうかですね。もうほぼほぼわかっちゃったっていうところなので、わかってることを確認するための5000円はどうだろう。だったらもう、Mac の修理は、適正なところ、いわゆる、Mac ストアに持ち込むとですね、修理必ず5万円かかります。この5万円ですね、これを捻出するっていうふうに考えるべきかなと思っています。悲しいことが起きています。じゃんくん。コンピューターが壊れてしまったので、いろいろ今考えているところです。ここにいるですね、ジャン君が爪研ぎをしてしまって、キーボード2つ動きにくくなってしまったこのノート、
これでしばらく仕事をしないとダメですね。とにかく今日、この状態になっているコンピューターを、これに変えてですね、まずは仕事のデータを救出しなきゃいけないということがあります。あ、その話をジャン君にしてもしょうがなかったね。ジャン君の動画も昨日は作れませんでした。またね、ノートでできるかな動画ね。はい、そのうちというか早急にコンピューターの修理に出して、修理5万円痛いですけど、なんとかするね。新品は買えないからね。先輩に電話で、アドバイスをこうた結果、こうっていうんだよね、た結果ですね、いろんなことを考えて、修理代5万円、これ確実に絶対かかるんですよ。Mac 一律5万円なので。で、いわゆる中古で買ったら5万円で、このサイズはないんですけど、ワンサイズ下のね、これです。マオイマオさんが使っているこの、モニターサイズであれば5万円以内であると。これ実は、ネットのお客さんというかね、お友達からもそう言われてましたよと、息子がそう言ってましたって話があってですね、調べたらなんと良さそうなのありました。5万円を切るやつでですね、それにしようかな。なんかすぐにも必要なわけだから、いいかもしれません。それと大きいモニターが良かったのは、老眼のせいです。老眼鏡を、新調しさすれば小さくてもいけると思うんですね。あとは距離がですね、実はこんな感じだったんですね。ここの今椅子置いてますが、ここに Mac があって、その前に、60センチのテーブルがあり、そのこっち側から見てました。遠いところから見る、まあ老眼なのでね、遠いところは見えるということなんですけれども、これ近づけばいいわけです、距離をね。ということで解決としましょうか。まだ買ってないけど、気持ちの上では中古にするというのを、ほぼほぼ8割、決めています。あと今すぐに現金がない云々がありますが、その辺のとこクリアすればというとこですね。早くしないと仕事に差し支えます。